無事に、12月14日10時35分に大垣に到着いたしました。で、最後の、ページとなります。大垣に着いた場所が、路通もこの敦賀の港までで迎えて美濃の国へと同行する。馬の背に助けられて大垣の庄に入ると、空も伊勢から来合わせ、越人も馬を飛ばせてやってきて、一同が女皇の家に入り集まった。前線師稽古寿司をはじめ、そのほか親しい人々が夜昼訪ねてきて、まるであの世から生き返った者にでも会うかのように、無事を喜んだり疲れをいたわったりしてくれる。そうこうするうちに、長旅のつらい思いもまだ抜けきらないのに、すでに9月8日ともなっていたので、伊勢の遷宮を拝もうと、まだ船に乗ってハマグリの二見に分かれ行く秋ぞです。やっと来ました、大垣公園です。子供たち遊んでます。今日はすごい晴れでいい天気です。お疲れ様です。